かつて、広島運転所にあった、車両基地広島運転所は、広島県広島市東区にある、西日本旅客鉄道広島支社の乗務員が所属する、組織である。2012年3月31日まで、広島式ネットワークを中心に運用されている、車両が所属する、車両基地とともに、運転士も所属する組織であったが、同年4月1日に、研修部門が、 下関総合車両所に統合されて、同所の広島支所になり、運転士のみが所属する乗務員区所へと変更された。車両基地は、山陽本線天神川広島間に位置していた。広島支所の略号である広市と、広島の電報略号である広から構成された広広であった。電車は2011年10月1日現在、 電車以外は2011年4月1日現在に配置されていた車両は次の通り、広島シティネットワークエリア内を中心とした、普通、快速用の電車と機動車が配置されていた。なお、分割民営化後に製造された車両はキハ120型のみで、電車については国鉄時代に製造された車両のみとなっていた。車両の塗色については、 広島支社のオリジナルカラーで塗り分けられていたが、2009年12月から、電車は濃厚色、機動車は一部の車両を除いて、国鉄末期の標準色と同じ種色5号の1、色塗りに順次変更されている。ありがとうございます。